カール・ポッパー、カール・ライムント、ポッパー、サー・カール・ライモンド・ポッパー、1902年7月28日から1994年9月17日は、オーストリア出身イギリスの哲学者、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授を歴任、社会哲学や政治哲学にも研究した、純粋な科学的言説の必要条件としての、反証可能性を提唱した。 精神分析やマルクス主義を批判。ウィーン学団には参加しなかったものの、その周辺で反証主義的観点から論理実証主義を批判した。また、開かれた社会において全体主義を積極的に批判した。ポパーは1902年にウィーンの中流家庭で生まれた。元来がユダヤ系だった両親はキリスト教に改修しており、ポパーもマタルター派の教育を受けた。 ちなみに、彼の父は、愛書家で、書斎には一万二千から一万四千冊の本を、増していたらしい。1928年に、ウィーン大学にて、哲学の博士号を取得し、1930年からの六年間、中学校で教弁を取った。その一年後、科学的発見の論理で、心理学主義や自然主義や、機能主義、それから、論理実証主義を批判した。また、 原説が科学たら占められるところの必要条件としての反証可能性を理論として発展させた。1937年、ナチスによるオーストリア併合の脅威が高まるとニュージーランドに移住し、クライストチャーチにあるカンタベリー大学で哲学の講師となった。開かれた社会とその敵はこの時代に執筆されたものである。第二次世界大戦が終わるとイギリスに移り、 ロンドンスクール・オブ・エコノミクスにて、科学的方法の助教授を経て、教授となった。1958年から1年間、アリストテリアン・ソサイエティ氏の編集責任者を務めた。1965年には、女王エリザベス2世からナイトに除任され、11年後には、王立協会フェロー。学会を1969年の時点で退いては、 いるものの、彼の学術的影響は1994年に亡くなるまで耐えることがなかった。また彼は、人本主義学会の会員でもあり、ユダヤ教やキリスト教の道徳教育を考慮しながらも、自らを不可知論者と称していた。ポパーの影響を受けた哲学者として、イムレ・ラカトシュ、ポール・ファイアーベントらがいる。経済学者、フリードリヒ・ハイエクトは、友人関係だった。 投資家、ジョージ・ソロスは、ポパー哲学から多大な影響を受け、その著書や講演で、開かれた社会について、たびたび語っている。1992年京都賞思想、芸術部門受賞。科学哲学における、ポパーの貢献としては、以下のようなものが挙げられる。開かれた社会の敵の一つである、共産主義、及びそれに関する一連の思想に対しては、 オパーはまず、物事は一定の法則に従って、歴史的に発展してゆくとする、歴史法則主義ある異社会進化論を批判した。また、弁償法を基軸とするヘーゲルや、マルクスやフランクフルト学派などの思想も批判した。1958年に、スイスの海外研究所で行った講演、西洋は何を信じるかにおいては、赤でもなく、血でもなくと言って、断固。 ソビート連邦の政治体制を拒否し、これに反対していくことを訴えた。ポパーの哲学に対する批判は大多数が、反省主義、つまり彼の説明する問題解決法の最重要要素である誤りの排除に対するものである。これらの批判を理解する上では、ポパーの説の狙いを心に留めておくことが重要である。それは理想的には人間が問題を解決する上で、 効果的な実践的な方法となることを狙っている。そういうものとして、現代科学の結論は、この特に勢力的な選別法にかけられて生き残ってきた限りで、疑似科学や非科学よりも強力である。ポパは、それゆえにそういう科学の出す結論は全て正しいだとか、反証主義は、個人としての科学者全員が実際に取る方法で、あるなどと主張しているわけではない。 むしろ反証主義は何らかのシステムやコミュニティに採用されると時間のかかるゆっくりだがしかし確実な発展へ導く推奨される理想的な方法である。ポパーの説は論理実証主義と同時期に生まれたために強く論理的な真理の説明と思い違いをしばしばされると主張されてきた。仮説はそれぞれが理論環境の一部として付属しているために一つの 仮説をそれ単体でテストすることは不可能だと確証の全体論は主張する。そのため関連する理論全体をまとめて間違っていたということしかできず、結論としてそのひとまとまりの理論のうちのどの要素を取り除かなければいけないかを言うことはできない。このことの例として海洋性の発見がある。天皇性の運動がニュートンの運動法則による予測と合わないと分かった時、 太陽系には、惑星が7つあるという理論が放棄され、ニュートンの運動法則自体は放棄されなかった。素朴な反証主義に対する、この手の批判について、科学的発見の論理の三章及び4章で、論じられている。ポッパーによれば、理論はある。種の選択の過程を通じて選択もしくは放棄される。物事が現れることについてより多くのことを語る、理論はそうでない理論より好まれる。 つまり、より一般的に適用できる理論が、より価値が高い。ニュートンの運動法則は、広い適用範囲を持っており、より個別的な太陽系には7つの惑星があるよりも好まれる。トーマス・クーンは、その影響力の高い著書、科学革命の構造で、科学者はパラダイムの系列の中で活動しており、また、反証主義者の方法論では、 科学が不可能になると主張した、ポパーの弟子、イムレ・ラカトシュは、素朴な反証主義のより明確な全証明代より、むしろ、リサーチプログラムの反証主義による、科学的発展を主張して、クーンの研究と反証主義を調停しようとした。ポパーの弟子のうちでもう一人、ポール・ファイアー・アーベントは、あらゆる規範的方法論を、徹底的に拒否し、唯一の普遍的な方法は、 科学的発展を何でもありと特徴づけるものだと主張した。ポパは後に空によって強調された科学者たちは必ず限定された理論的枠組みの中で自説を発展させるという事実は1934年のバンのポパーの著作科学的発見の論理においてすでに認識されており、その範囲で通常科学に関する空運の主張の主眼点を 予想していたと主張した。また、論文集、推測と反駁、科学的知識の発展ではポッパーは、科学は、神話と共に、そして神話に対する批判と共に始まる。たくさんの観測結果でも、実験方法の発明でもなく、神話や、魔術的技術、栄意に対する、批判的討論と共に、科学的流儀は全科学的流儀とは二つの層で、異なる。 全科学的流儀では、それはそれ自身の理論を通過する。しかしそれはそれらに対する批判的態度をも通過する。理論は、独断的協議としてではなく、理論について議論したり理論を改良したりすることで、通過すると書いている。もう一つの反論は、特に帰無仮説を評価する、統計的基準を用いている場合に、決定的な誤りを示すことが、 必ずしも可能ではないということである。より一般的に言えることだが、証拠が仮説と矛盾する際に、そのことが仮説の誤りを示しているのか証拠の誤りを示しているのかは、必ずしも明確ではない。しかしながら、こういった批判は、ポパーの科学哲学が何を示そうとしたかを理解していない。科学を一生懸命発展させる上でほとんど従う。 必要のない人揃いの教えを申し出たのではなくむしろ、ポパは自分の考えは仮説と実験の矛盾を解決する方法は、どの個々の場合においても科学者集団による判断の問題でしかないということだと、科学的発見の論理で明らかにしたのである。ポパの反証主義には論理的に問題がある。どんな金属でも、 それぞれある温度で溶けるのような原名をポパーがどのように扱うかは明確ではない。この仮説はいかなる可能な実験によっても反証できないというのもこの温度で溶けるだろうと思って実験して溶けなかったとしても必ず実験したよりも高い温度が存在するのでこの仮説は妥当なように見えるからである。こういった例はカールグスタフヘンペルによって指摘された。ヘンペルは 論理実証主義の正当化は支持できないということは認めるようになったが、反証主義もまた論理的根拠から支持できないと主張した。これに対する最も単純な応答として、ポッパーは理論がどのように科学としての地位を得、維持し、失っていくのかを示したのだから、現在受け入れられている科学的理論それぞれの推移は試験的な科学的知識の一部であるという意味で、 科学的であり、ヘンペルの示した例はどちらもこのカテゴリーに属しないというものがある。例えば、原子論はどんな金属もある温度で溶けることを示している。いわゆる批判的合理主義の初期の競争相手のカールイコールオトワー・アーペルは、ポパーの哲学の包括的な論白を試みた。哲学の転換において彼は、特にプラグマティズムの観点から言って矛盾しているとして、 ポパーを批判した。批判的合理主義に対する、その他の批判としては、批判的合理主義は昨日の問題を解決していないというものがある。批判的合理主義では、現象に耐えなかった仮説を除去し、現象によく耐えた仮説を採用する。また、一般に科学的理論の対象範囲は無限に存在し、有限界の現象を行っても、 対象範囲のすべてにその仮説が適用できると証明したことにならないので、現象をいくら言っても仮説が正しいことの証明にはならないともポッパーは言っている。そうであるにもかかわらず、ポッパーはよく現象された理論を使えと言っている。そのため、実際のところ批判的合理主義は、ポッパーが激しく批判したまさにその機能と同じ問題に陥っているのではないかと批判されている。 この批判に対してポッパーは厳しいテストをかいくぐって生き延びてきたことは別の意味での合理性を保障し批判的な討論よりも合理的なものはないのだからそういう実際的な場面でも批判的討論をくぐり抜けた理論を使うのが合理的なのだと主張する。しかしここで言う合理性は科学的理論を実際に使おうとする人々が求めるものとは別物で人々が 科学的理論を使う、際の根拠とはならないと、伊勢田哲次が批判している。同じ問題に関して、ポパーの弟子のデイビッド・ W ・ミラーは、今までテストに耐えてきた科学的理論を間違っていると、考える根拠はないのだからその理論を採用し続ける、方が合理的であるとって、批判的合理主義を擁護している。これに対して、高島博文が、 ミラーの用語もやはり機能的推論が紛れ込んだものだとして批判している。その際、高島はこの問題に関してミラーの用語に比べてポパーの用語は独特の問題を抱えておりミラーのものと同じようには反論しづらいものであると述べている。また、日本人だけでも高島以外にも複数の学者がこの 批判的合理主義には、機能が紛れ込んでいるという指摘を行っている。同じく日本のポパー研究者の影山康之は、実著でこの問題を総括した、腕、ポパーを擁護する側に立っているが、批判的合理主義に機能が含まれているという主張に、対して反論することは、実質的に放棄している。また、ポパーは、意向では、私が、 批判的合理主義について述べてきたことと、科学的理論を実用に供するのとは別の話である、といったことを書いており、ポパーの批判的合理主義における考えを、科学的理論に当てはめることは、必ずしもできないと考えていたようだ。ポパーの弟子のイムレラ・ラカトシュが、歴史主義や、最新のヘーゲル派の歴史編集的な考えを使って、ポパーの哲学を改変したと主張されてきた。 1946年10月25日、ルートビヒビトゲンシュタインは、どの問題が本物である、あるいはまさに言語学的な問題であるかをポッパーと議論した際に、ケンブリッジ大学キングスカレージ倫理科学の会合で、ポッパーに対して非課希望を振り回したとして、招待された講師を脅さないようにとポッパーに責められ、激怒して会合から去ったと言われている。トゲンシュタインの友人たちは、 彼が非可規模を手に取ることなどほとんどなかったと証言しているが、ポッパーはビトゲンシュタインの浪費癖を洗い物にするという状況を利用した。チャールズ・テイラーはポッパーが自身の認識論者としての世界的な名声を利用して20世紀大陸哲学者たちの重要性を不当に低く見せかけたと責めている。テイラーによれば、ポッパーの批判は全くもって無根拠なものであるが、 大陸哲学者たちは、ポパーの固有の価値を見出しがたいという言及を持って認識されているという。ウィリアム・ W ・バートリーはそういう主張に対して、ポパーを擁護して、サーカール・ポパーは、実際には、現代の専門的な哲学的対話の関係者では、ない。それどころかまるで反対に、ポパーはそういった対話を没落させた。彼が正しい道を歩んでいれば、 世界中の専門的な哲学者の多くは彼らの知的変歴を無駄にしてきたか今も無駄にし続けているあろう。ポパーの哲学のやり方と大部分の専門的な哲学者のやり方との間の平たたりは天文学と先生術の間のそれと同じぐらい大きいと言っている。2004年に哲学者で心理学者のミヒエル・テア・ハークがポパー、オット・ゼルツと 革命的認識論の交流という本を出版し、その中で、ポパーはそのアイディアの多くを彼の指導教員だった、ドイツの心理学者、オットをゼルツから拝借していると述べている。ナチスがゼルツの研究を1933年に辞めさせ、ゼルツの研究に研究することも禁じたこともあって、ゼルツは自身の考えを発表することはなかった。彼の考えや、 学識の歴史家であるポパーはいくつかの楽器に、プラトン、ヘーゲル、マルクスを否定したことで批判されている。ジョン・グレイによれば、ポパーは、理論は、反証可能である限りで、科学的であり、反証されたならば、直ちに放棄されるべきであると考えた。グレイの、わらの犬は、ポパーの説明する、科学的方法を適用していれば、 ダーウィンやアインシュタインの理論を生まれる時に殺されたであろうという。それらの理論が最初に前進しようとするときに、それぞれ何がしかの利用可能な証拠と食い違う。もう少し理論が成長すれば、決定的に支持する証拠となったであろうのに。これに対して、グレーは、科学の発見は合理性に抗うことから生じるという非合理的な理論の構築を模索している。しかしながらグレーは、 いかなる対応する理論と食い違う証拠や彼が決定的な指示に訴えることがポッパーが論理的に正当化できないことを示そうとした科学に対するまさに機能主義的なアプローチを説明するかを示したわけではない。ポッパーによればアインシュタインの理論は初期構想において少なくともニュートンの理論と同じ程度には確証されているので今のところ利用可能な証拠によって 同程度に説明されている。そこからさらに、アインシュタインは、ニュートンの理論の経験的な論証をも説明したので、一般相対性理論はその時点で、試験的な需要に適するとみなされるということに、ポッパーの説明ではなる。実際、グレーが批判する以前数十年前にポッパーは、イムレ・ラカトシュの批判的論考に答え子を書いている。確かに私は、論爆について議論する際に、 除去、さらに、否定という言葉を使ってきた。しかし、科学的理論に適用される際に、それらの言葉が意味するのは、真なる理論の競争相手として除去される、つまり論爆されることを意味しているのであって、必ずしも打ち捨てられて二度と蘇らないというわけでは、ないことは、私の主な主張から言って明白である。さらに、そういう、いかなる論爆も誤りを免れ得ないことを、 私はしばしば指摘してきた。私たちが論爆を受け入れるか否か、そしてさらに私たちが理論を打ち捨てるか、あるいは、例えば改良するだけにとどめたり、まだ固執し続けたり、代わりに同じ問題に関わっていて、方法論的に受容できる理論を見つけようとしたり、するかどうかは推測やリスクテイキングに付きものの問題である。私が誤りを認めることと理論を打ち捨てることを、 混同していないことは、アインシュタインが一般相対性理論は誤った理論でありニュートンの重力理論よりも良い禁似であるとしか見なしていない、片言を私がしばしば指摘してきた事実から理解できる。彼は確かに一般相対性理論を打ち捨てなかった。そして彼は死ぬまで一般相対性理論をさらに一般化することで発展させようとした。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。